どうも、お疲れ様です。即歌塾の久保です。タカさん、気になる男シリーズ、いつもありがとうございます。今回はですね、随分と YouTuber とかね、それから稼ぎから離れて、家庭のことについて踏み込んでいるんですが、まあそのね、えー、到達点といいますか、家庭崩壊、まあそのメカニズムに今回迫ってみようかと思います。これはですね、やっぱり一人暮らしとか、一人で稼いでいる人ではなくて、 家庭を支えながらね、それから子供たちの未来将来、大切なあ、娘さんをお預かりして、奥さんにしている男性に向けてね、よく聞いていただきたいこと。プラス、そういった背景を持っている男性を支えているね、奥さんや家族にも見ていただきたい、考えていただきたい内容になっております。よろしくお願いします。では、スタートしますよ。はい。家庭崩壊メカニズムなんでしょうかね。 まずねこういうふうに考えていただきたいんですよ。あの家庭内の分業と分担を再定義しましょうってことなんですよ。まあいわゆるね分業という言葉と分担という言葉これ明確に意味は違うんですけどもでも広辞苑などを調べるとね分業も分担もどっちがどっちなのかなって実はね分かんなくなるんですよ。そこでですねこの場面では分業と分担を家庭向けに 再定義しますここをまず前提としてもらいますねじゃあ分業って何なのってことなんですけども家庭の分業って何でしょうかそれはですね一つの家一家ってのは財の生産と財の消費によって行われているというふうに考えてくださいまあシンプルに言って稼ぐ人と稼いだお金を使う人とに分かれるんですよもちろん稼いだ人も使いますし稼いでない人も使うしってことですけどもねまずこれが前提です次 はい、で定義なんですけどもお金を稼ぐことは生産財の生産ですよねそれ以外は全部消費として定義しましょうこれはそんなにずれたことではないと思うんですよお金を稼いでないことは消費です、まあ、つまり家事をやるってね実は消費なんですよ水道を使って洗い物をするでしょ電気を使って掃除をかけるでしょ全部これね消費なんですよねそういうふうに考えていくとすごく分かりやすいと思います いやいや、掃除だって、食事を作るのだって、確かに電気代、水道代使うけども、それがあるからお金稼げるんじゃないのっていうふうに、一歩深く考えると、この問題は見えにくくなるんで、もうシンプルにね、お金を稼ぐことっていうのは、もう全部、これ生産であって、それ以外は全部消費なんだよっていうふうにして、ここでは考えていきます。で、分業ってのは何かっていうと、家族がみんな両方とも行うことなんですよ。シンプルに言って あの家事ってみんなでやるまあそういう部分はあるでしょうねうんそれがね美しい姿という風にされていますでもこれがね大きな家庭不安を生んでるってことはこのスライドショーを最後まで見ると分かるようになってきますじゃあね逆にですね家族がみんな分業するとしたらじゃあお父さんがお金を稼ぐお母さんもお金を稼ぐ子供がいたら子供たちも一定の年齢以上ではお金を稼いでそして家に入れるこういう風な形って現実的でしょうかってことなんですよね まあ特にね、奥さんの働き方ね古い考え方かもしれませんけどもそれがいまだに、えー、多くの家庭に息づいてるんでここではね一義的に考えますお父さんが財の大半を稼ぐでしょお母さんが補助的に稼ぐでしょいやこれって本当にいいことなのかなってことをね考えてみたいんですよそもそもお母さんが働くことってそんなに大切なのかなってことなんですよ いやいや、女性の社会進出とか、それから女性の可能性とかは舐めちゃいけないって言われそうですけども、うん。あの、一定のレベルに達した人は、女性であっても外で働くことがいいと思いますし、一定のレベルに達してない男性は、むしろ外で働くよりも、家の中での活動を主にやった方がいいかもしれませんよね。それは家庭によると思いますし、どういう風に一家を作っていくのかっていう風な、それぞれの家庭で決めることだと思います。ところが残念ながらね、 世の中とか社会っていうのは、あの、一定のレベルに達してない人っていうのはね、振り落とされちゃうっていう現実もあるんですよ。そう考えていくと、うちは分業がいいのかな、それとも分担がいいのかなっていう、最低限をもとにした考え方、必要になってくると思います。ちょっと先に進みますね。はい。この分業っていうのはね、みんなで稼いでみんなで使うっていうスタイルです。まあ、子供たちは一定の年齢にならなければ働けないところがありますんで、主には、お父さんもお母さんも稼いで、 で、家族みんなでお金使うよって形ですよね。なんか、すごく今の時代に合ってるような気がしませんかでも、ちょっとこの考えは、まだ時代的に早いのかなっていう、まあそういうふうな疑いもあるんですよ。はい、じゃあ次ですね。分担について考えてみましょう。分担っていうのは、それぞれの得意分野を十分やるっていうことになると思いますけども、どうでしょうか例えばね、さっきと同じですけども、一家の財の生産と、 財の消費っていうのに、分けたときにね。お金を稼ぐこと以外は消費と定義するわけですよ。これもさっきと同じです。はい。家族が役割を分担して、稼ぐ人とそれ以外の人ってに分けた場合です。稼ぐ人とそれ以外で役割を明確にするんですよ。ね。これどうですか。すごくわかりやすくないです。例えば。お父さんがユーチューバー、もしくはユーチューバーじゃなくても、稼いで。とにかく。一家、家の。 資質に関してては全部責任を持つって感じですシンプルでしょ、うん、お父さんの稼ぎが悪ければ買えるものが少なくなってきて生産活動に対する消費活動ってのは鈍るわけですよ子供がお小遣いくれって言ってもあげられないし奥さんが新しいドレスが欲しいんだけどつも買ってあげられないとかねそればかりか古い鍋をいつまでも使うってことになりますし当然家族で楽しむべき時間っていうのはどんどん駆逐されるってことになります はい、こういうふうにね分担に関しましては稼ぐ人とそれ以外で分かるを明確にするつまり財の生産部門と財の消費部門で分けるってことですどうでしょうかはいでここまで分担と分業について考えてみましたあ再定義してみましたけども家庭崩壊っていうのはどういう時に起きるのかってことなんですよ家庭崩壊は一気には起きません 徐徐々に徐々にに起きてきてますそして臨界点を突破してはいもう後戻りできませんねってところになるんですよ、はい、で分業と分担の話し,しましたんで家庭崩壊っていうのはね分業つまりは、まあ、お父さんもお母さんも働きに行って稼いでるよそしてその分だけ家庭内のことも分担してやりますよ、うん、こっちの作業はどっちがやるこっちの作業はどっちがやる何曜日には何がやるっていうふうな結構ね複雑になってきます でそれぞれの働く事情もあったりとも分担で無理が来るのかってことなんですよ。ね、お父さんだけが働いて奥さんは広報支援活動で消費を調整したりとかね必要なものを節約して買ったりとか時には今日はあ余裕があるから今月は余裕があるからこういったものにレジャーにお金を使いましょうとか。 あちょっとねあの遊びや趣味にお金を傾けてみましょうっていうふうに、えー、計算してくれるのかねこれどうでしょうか分担で無理が来るっていうのは例えばどんなことがあるかっていうと働き手のお父さんが怪我をしたり、まあ、会社をリストラされたりとかして本来の分担役割が果たせなくなることこれ無理来ちゃいますよねだからお父さんは稼ぎを失わないようにそれこそ石にかじりついてでも最低限の 月給を持ってきてきしかもその最低限に甘んじずどん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 給料を上げていくことなんですよねで分担でじゃあお父さん稼ぎ手以外がすることっていうのは、うん、稼いでくれるお父さんの候補支援活動ですから例えばねスーツを着て会社に行ってる人は「おいワイシャツないぞ」みたいな感じにならないようにとかね靴がボロボロであの仕事が支障出ることがないように「あ靴が古くなったなじゃあそろそろ買い替えてあげないと」 っていう感じでで消費をコントロールできるか、ね、昭和型の素敵な奥さんそのものですよ、ね、だから旦那さんが稼ぎ手がですねもう高いレベルで稼げるように知恵を絞ってあげるつまりそういった形で下支え裏方で協力することが分担になります、まあ、それが無理が来るのかってことなんですよ、ね、もちろんあ奥さんたる者にも体調の不全とか突発的に用事があって役割を果たせない時があるでしょう だからこそ役割が果たせない時のためにいろんな手を打っておくってことも分担の責任の一部でもあります。お父さんがね、例えば仕事ができなくなっちゃったとかね、会社がリストラされちゃったって時でもリスクヘッジのためにじゃあ万が一のためにはこっちの会社で働けるようにもう手を打ってあるんだとかね、万が一のために育んでおいた職業が仕事があるんだってことで YouTube 活動にね、えー、変更したりとかね、できれば 分担した責任がうできることといこになりますどちらにしても分担によってそれぞれの役割ができなければ家庭崩壊に近づきますし分業ですよね分業してることによって責任の所在が不明確になって、ね、例えば「お今日飯の用意ができたのは誰のせいだ買い物ができたのは誰のせいだ」これもめる原因になるんですよね、うん、肝心な時にお互いに仕事が被っちゃってどっちも譲れなくなっちゃうとかね誰か子供の面倒を見るんだとかね そんなことになっちゃうと分業ってのは結構ね私から見るとリスキーなんですよねシンプルにお父さんは稼ぎのことだけ考えておけばいいそしてお母さんは使うことをバランスとって考えておけばいいっていうふうにした方がいいんじゃないかなと思うんですけどもいかがでしょうかだってね買い物に行く時でもどんな食材があったかなってお父さんお母さん両方とも冷蔵庫見てなかったってことになったら買い物困るでしょでも冷蔵庫の中身を知ってるのは お母さんだけってことになるとお母さんしっかりと自分の役割を果たすようになると思うんですよどうでしょうかねうん。この点ね飲食店をやってる私の経験からすると冷蔵庫の中身とか掃除に使う洗剤とかがいつも頭に入っているお父さんっていうのは結構ねあの家庭の中しっかり見なくてもいつも在庫チェックができてるんですよだからその在庫チェックのスキルを奥さんに伝えておくことによってまあ、分担もよりスムーズになるのかなと思いますけどね はい、家庭崩壊っていうのはね分業で無理が来るパターンと分担で無理が来るパターンがありますけどもどちらを想定するかですよねはいでここでね共通して排除すべき3つのポイントがありますそれが無無理と無駄と駄この3つが積み重なると家庭崩壊に近づきますよってことなんで小さな無理小さな無駄小さな無駄を発見することが家庭崩壊を未然に防ぐことになりますつまりは 熱が出てから病院に行って風邪を治すんじゃなくって熱が出そうな状態の時に手を打って熱も出ないようにしておく風邪もひかないようにするってことなんですよ予兆を測るってことですよねはい次ねえ無理が家庭に亀裂をいるんでしょうかそれとも無駄が家庭に亀裂をいるんでしょうか村が家庭に亀裂をいるんでしょうかどれだと思いますいやそもそも無理と無駄と駄ってどう違うか分かります 無理っていうのはねやりすぎることなんですよねやりすぎたら無理になるでしょ、うん、できないことをできないところまでやっちゃう無理なんですよそれはね力量がありますからあと無駄っていうのは自分の能力や力を結果の出ない方向に使うことなんですよ言ってみればやってもしょうもないことをやるとそれは無駄になりますよね <laughs> お金を稼ぐためだっつってからね飲み会にばっかり行って人間関係豊かにしてもそれが売り上げにつながらなければね 無駄になるでしょう、うん、でそれがいつ頃結果として売り上げに出るのかってことが目算が立っていなければその行動も無駄なんですよいついつまでにこの飲み会の付き合いが取引先を口説き落として契約になるかなっていうふうに踏んでるからこそそれは無駄じゃないと言えるんですよねそしてその期限が来た時に実際の契約にならなかったら無駄損切りをすることなんですよはい無駄ってのは何でしょうかそれはですね 無無理とと駄が交互に来ること最悪の状態です村が起きちゃダメなんですよやりすぎてるし結果も出ないしこれが村なんですよねうん仕事でも家庭生活でも人間関係でもうまくいかない人って村を起こしてるんですよ無理や無駄の段階ではまだ修正はシンプルですけどもムラが起きちゃうとやるべきことをやってるつもりでやっちゃいけないことをやってるしやんなきゃいけないんだけどもそれが置き去りになってるしってことが続くんですよね だから頑張っても空回りすれ違いってことが起きますはいですんでねえー、家庭を構築する上で大事なことなんですけどもこの無理無駄無駄の概念をしっかりと理解することと問題点に早期発見して早期修正できるかってことを常に家族会議で見合わせていくことなんですよ自分がうまくいってるつもりでも別の家族の見方からするとこれはちょっと無理がかかってきてるよとかねこれは無駄になってるよとか それから村が起きてるよっていうのをお互いに見えるようにお互いの背中を見ていくことが大事になってきますもちろんね家族会議をして何の問題もないよねっていうふうな結果実は家族でも見抜けなかった無理があったり無駄があったり無があることって結構あるんですけどもその時はみんなでね万歳しましょうってことですよねはいここまでを単純にまとめましょうか単純に言ってですね ベストはどういうことかっていうと自分にしかできないことをやるってことじゃないかなと私は思いますよ。ね。月収100万稼ぐのがパパにしかできないんだったらパパがやった方がいいでしょ。そして家事って月収100万のパパがやらないとダメですかね。月収100万を後ろに置いてでもやった方がいいですかね。顧客サポートを後回しにしてても皿洗いした方がいいですかね。いや、皿洗いは教えれば子供にもできるんでむしろ 子供ができるように、まあ、しつけていく誘導するってことが家庭円満にする一つの方法だと思うんですけどもいかがでしょうかね誰でもできることは誰がやってもいいんですがこの人がやっちゃダメってことあるんですよそれは自分にしかできないことをやっている人に誰でもできることをお願いすることですよね私の友人でね主婦のカリスマトレーダーがいるんですよ投資家さん主婦ですよ この主婦のカリスマトレーダーさんは家事は全くできないです。料理も全くできないです。掃除も結婚して一回もやったことがないんですよ。でも代わりにお手伝いさんを3人雇ってます。自分ではやりません。なぜなら誰でもできるからなんですよ。家事とか掃除とか買い物って誰でもできるでしょ私は月収1000万2000万そして20年間連続 年収1億円を割ったことがないこれは他の人にはできないから私がやった方がいいと思う。ね。私がやることによって社会的な意義もあるし、でも家庭の仕事って誰でもできるでしょ。それこそ機会がどんどんやるようになったでしょ。だから、月収数千万の私が家事をやることによって、多くの迷惑がかかると思うんですって言ってるわけですよね。まあ、そういった友人もいるんですが、現在ドバイに住んでます。 まあ、その人の例は極端かもしれませんけども、でもね、もうやっぱり月収30万とか50万にしても、もうこれはね、みんなができますかって言ったらできないですよ。ね、月収50万あの、できますかあなたは。<laughs> 今の時点で。で、できないとしたら、月収50万を作る人に、稼ぎのね、頭に立っていただいて、その人にはそれ以外はやらなくてもいいように、交通整理をしておくというふうな広報支援ができるんじゃないかなと思うんですよ。それを、 じゃあ夫婦とか家庭で言ったらお父さんがいるのかお母さんがいるのかっていうふうに分けていけばいいんですよねそういうふうにシンプルになると問題っていうのは見えやすいんじゃないかなと思うんですけどもいかがでしょうかはいここで見直していただきたいのは根本的な主な財源確保つまり金稼ぎができるのは誰なんでしょうかってことを家族の中で一人選んでくださいってことになりますよねはい家事ってのは本当に稼ぎのパフォーマンスを落としてでもやるべきなのかねえ YouTube で動画をたくさん作らないといけないいいとけそしてサポートがいっぱい溜まってるお父さんに「あんた家事がおろそかになってるよ」って言ってやらせるべきことなんでしょうかね金稼ぎ以外は全部消費活動と言いましたじゃあ稼げる人の稼ぎ、まあ、つまり生産活動を一旦停止してまで消費活動に加担させることによって一体どんな利益がその過程に落ちるんでしょうか そしてねこれはねまあお父さんにもよく考えてもらいたいんですけどもなぜ家事をすると家族のご機嫌が取れると思っているんでしょうかってことなんですよ、ね、何でしょうかねなんか目の前で何かをやってるように見えるからってことなんですかねだとしたら目の前でお金を稼いでお客さんからお金を受け取ってる瞬間ってのはお父さんは見せることが全然できないんですよいつの間にか入金されてるわけでしょ いつの間にか銀行ででやり取り取がされてるわけですよだったらお父さんが一生懸命何かをやっていてその結果お金が振り込まれてるってのは家族は確認できないんですよねだからなぜかね稼げるお父さんってこの辺ちゃんと伝えないと永遠に家事をやらないとサボるお父さんっていうレッテルが貼られたままなんですよでもっと言うとね賢い女性は男性のことを見て「お父さんが頑張ってくれてるから」 この洗剤も買えるし、水道もじゃんじゃん出せるし、朝シャンもできるしね。この家に住めるのよっていう風に伝えていかないといけないですよね。もうお父さんは休みの日にゴロゴロしてとかね。お父さんちょっとこれやってくれてもいいじゃないのっていうことがどれだけ男性を貶めているかなんですよ。まあ一言で言うと、まあいい気になるなよってことなんですよね。稼ぎもしないのにいい気になるなっていう風に奥さんに突きつけることができますかってことなんですよ。もちろんこんな言い方しちゃダメですけどね。そうではなくって、 やっぱりこうしっかりと話し合ってね、えー、分業にするのか分担にするのかっていうところからじゃあ分業にするんだったら奥さんはいくらぐらい稼いでもらうことが最低条件になるのか、ね、場合によっては奥さんがね「今月5万円稼げなかったの」って言って「いいよいいよ」で済ましちゃうのかどうかですよね奥さんはいいですよでも旦那さんは死んでも金持ってこないと家庭崩壊しますからね家庭崩壊ですよ今回のテーマですよはい ここういういとです。唯一の財の生産者がその活動を家族によって邪魔されるとどうなるのかってことをこれ家族みんなで考えないといけないんですよお父さんが家事をするってことはその間美大一文稼げてませんよってことなんですよ、ね、そういうことに参加させていいんでしょうかってことなんですよそれぐらいの価値があるんでしょうかむしろねお父さんが仕事を一生懸命やると家族みんなが機嫌がいいっていう状態にしないといお父さん仕事もできないしお金稼いでこれないし家庭崩壊にまっぐらってことなんですよね だからこれね仕事ってものの認識とか金を稼ぐことの厳しさっていうのを家族が知らないといつまでもお父さんは替えの外ってことになっちゃいます一番大事なことをやってる人が一番粗末な扱いを受けるまあそんなね笑えない構図っていうのはいろんな家庭にあると思うんですよまあ男性からするとやってらんねえよって話ですよねはいですんでね稼ぎ手を支えるという家族の役割のことを伝えきれているかっていうねちょっと勇気のいることです 賢い女性ってのはそれを男性が別に主張しなくてもその仕組みが分かってるんで家庭をうまくね支えてくれてお父さんが仕事をしてお金を稼ぐのに最高の環境を整えてくれるんでお父さんはどんどん稼ぐようになりますこれがだからね旦那を育てるってやつなんですよね女性が自分では稼げないけどももしくは稼げるんだけどもそんなにたくさんの金額稼げないでも男性を育てる手なずけることによって男性がねもう 常に大きな金額を稼いでこれるように、うん、そういう風に、えー、育成するっていう部分がありますけども、それはね、どういうことかっていうと、立派な奥さんになってることなんですよ。あ、この奥さん、ここまでやってくれてるから、稼がないわけにはいかねえな、かっこつかねえなっていう風に、男性を奮い立たせてるかどうかなんですよ。いや、本当に仕事のことだけ考えていけばいいから、楽だわ、この奥さん良かったっていう風に、奥さんとしての役割が完璧にこなしていると、 旦那も完璧に稼ぐことができるってことですよねここでねちょっと注意点を言います私はね家事は得意です一人暮らしが長かったんで今でも家事の9割は私がやってます稼ぎの10割は私がやってますでそれで全然私は負担じゃないんですようんだからあの料理もね得意ですしねいまだに毎日あの調理場に立ってますしねまあ台所ですか、うん、それから洗濯も掃除も育児もほとんど私がやってます、うん、だから別にね 自分の立場が負担だかららここででで鬱憤を晴らせるわけではないんですよ私みたいな,なんか家事とかね家計とか、うん、育児とかもう買い物とかね得意で好きで早い人間っていうのはあんまりいないと思いますんで大抵のところはあのー、揉めてるんじゃないかなと思うんですよそれは線引きが曖昧なまま進んでるからなんですよねお互いのなんとなくのあうんの呼吸でいってるんでそれが崩れるのが早いんじゃないですかってことなんですよ。 でですんでね、まあ、うちの場合ですけども奥さんが特に何かをやらなくても家庭的には全然困んないんですよ、うん、ただあんまりね私がやりすぎたりとか出しゃばりすぎると奥さんが自分の居場所を失っちゃうみたいな感じるところがありますんでそこはねちょっとあの手心加えていかないのといけないのと、まあ、自分は好きでやってるってことはね、まあ、意識もしてるし表現もしてるってことなんですよでこの程度の、ね、家庭を支えること全然負担じゃないですよってことですよね私にとってみたら。 うん、でも男性ねやっぱり、えー、全部が全部私みたいに、あのー、やってるとは思いませんので、えー、手伝ってもらわないといけない部分ってあると思うんですよもうやっぱり私年齢も来てますしね、えー、それからまあちょっと稼ぎのフェーズもちょっとだけリードしてるところがあると思いますのでだからね余力を自分の家庭にも振り向けられるしそもそも私1人暮らしが長いんであの負担じゃないんですよね <laughs> あの家事をやるってことが。 家事は私の暮らしの中で当たり前に組み込まれてるんで、家事をやらないように日々を生きていくことの方が結構難しいですね。<laughs> 自動的に体が動くんで <laughs>、はい。はい。じゃあ、共働きを見直すっていうフェーズに入っていきます。そろそろスライドショーはも佳境に入っていきます。もうすぐ終わりますよ。共働きちょっと見直してみてください。共働きがいいことみたいに感じてるのがあるとすると、相当な場合をい除いてですね、共働きは良くないですよ。私から見ると。 下手だと思いますよ稼ぎ方もそれから家庭の構築の仕方も共働きは下手です共働きって何で必要なんですかね、うん、だって旦那の稼ぎがあったら別にいらないでしょね奥さんは優雅にママ友とランチでも行けばいいと思いますよ、うん、まあそういうことを期待して結婚するっていうところも女性はあると思いますしねはいなんかねこうなんじゃないかなと思うんですようんあの女性が働きたいっていう動機の多くは 自分磨きとか趣味のように働く余裕。これのためじゃないですかね。もちろんこれあった方がいいですよ。でも男性は趣味のように働いたり、余裕があるから働いてるわけじゃないんですよ。<laughs> もうそれこそね、余裕がないところまで働いて、趣味や自分磨きをほったらかして金を稼ぐことに日々頭を痛めてるわけなんですよね。だからもう趣味なんてないですよね。人付き合いもないです。仕事関係以外の人付き合いはないです。なくなっちゃうんですよ。 でもある一定のレベルの稼ぎを超えると自分磨きをすることも余裕出てきたりとかね趣味のように働くような余裕も出てくるうんでも奥さんどうですかね奥さんが働かないと家計がやっていけないっていうのはどっちかっていうと旦那さんに仕事や稼ぎのチャンスを奪い続けてるってことにもつながるんでまあこれはよく話し合った方がいいと思いますよね家庭家庭でうんだからね共働きをすることによって本来の 稼ぎ手の負担が増えるんだったらこれちょっと本末転倒じゃないかなと思うんですよつまり最終的に家庭崩壊に進む第一歩を手招きしてることになるんですよ共働きって家庭崩壊を作る原因になってませんかってことなんですよで働いてる奥さんの方は家計を支えてるような気がするじゃないですかで、えー、働きに行くからまあ様々なね新しい人間関係も生まれるし責任も生まれるしかといって家のことをほっとくわけにいかないと で、プラス仕事一辺倒になれるはずの旦那さんも家計をこう分担しなければならなくなってきてねまさに負担が増えるわけなんですよ男性にとっても女性にとっても仕事も家庭生活も複雑に入り組んでそして家庭生活でできてないことがどっちのせいなのか分からなくなる稼ぎが少ないのがどっちのせいなのか分かんなくなるってことで崩壊に真っすぐらいに進むんじゃないかなと思いますもちろんね共働きを上手にやる方法はあるわけですよ それは一定レベルの家計収入があることなんですよ、はい、冷静にですね時間単価とか月単価を比較してください一人一人お父さんもお母さんもね共働きをして,しているお宅はじゃあ時間単価が高い方が稼ぎの時間をいっぱい確保した方がいいんじゃないですかっていうのはこれは分かりますよねだって時間単価低い人が一生懸命働くと時間単価高い人があの家のことをやらなくちゃいけなくなるじゃないですか シンプルにここうういうことですよ、はい、だからね最低家計所得をクリアするまではもう一人が働いた方がいいでしょで一人が働くことによって最低家計所得をクリアしてねこの最低家計所得っていうのはあのその家庭によって違います例えば月に60万とか70万使う家庭だったらお父さん一人でその金額は超えるぐらい働けるようになったら稼げるようになったらそれはね余裕な時間で奥さんが自分磨きや趣味のように働く 家計を支えるために一生懸命働くそれいいんじゃないですかで万が一その仕事が失敗してもねうまくいかなくても全く問題ないんじゃないですかただしこの一本足打法で働いてる人のパフォーマンスを落とすような、うん、家庭内のね不具合が起きないようにするのは最低条件ですよで旦那さんもねあの家庭運営が難しくなるようなしょぼい稼ぎにならないように一生懸命やらないといけないっていうね最低限のラインはありますからね うん、だから結局共働きって余裕があるからするべきだと思うんですよ。余裕がないから共働きっていうので余裕生まれましたかってことになりますよね。はい。そしてね、ちょっとテーマ変わりますけども、人を変えることはできないのかってことなんですよ。よく言いますよね。他人を変えることはできない。変われるのは自分だけだ。みたいなね。うん。でも、他人を変えることって本当にできないんですかね。他人を変えることができないからって言って、その方法を探しに行かない人の いわゆるね、サボりな考えじゃないですか、これ。人を変えることができないって、本当そうなんでしょうかビジネスって、取引先とかお客さんの人生や気持ちを変えることの連続じゃないですか。だって、一回も自分の会社の商品を買ったことがない人に、買ってもらうわけでしょ変化を起こさせてるじゃないですか、それは。ね。いらないよって言ってる人に対して、ノーって言ってる人に、イエスって言わせることでしょあ そういういことだったんですかじゃあいただきますってさせることでしょはい例えばこういうことですね YouTube だったら再生数が上がらないから上げるように工夫して見ていない人を見る人にするわけでしょ人を変えていくわけですよはいチャンネル登録を起こさすための心理誘導動画は見てくれるんだけどもだけどもチャンネル登録には至らない人に「いやチャンネル登録しといてくださいよ」っていうふうに言わずもがなさせること つまり人人をを変変ええててる、他人を変えてる他ことの連続ですよはいそして一般企業においてもそうですよね交渉によって条件を変化させてそれによって取引先に振り向いてもらうとかね今まで付き合いが難しかったそういった会社に、まあ、お取引先さめになっていただくとかですよね、まあ、その中に自社のレベルが上がったからだからね他社から見てお宅ともそろそろお付き合い始めましょうかっていうふうな変化を起こさせたことがあります つまり、自分を変えることによって他者を変えるっていうふうな作戦もあるってことなんですよ。はい、こういうふうにまとめております。他人がお客様になり、自分が他人のお客様になる。人生の変化を他者によってもたらされる現実は日々起きている。ちょっと難しい言い回しになりましたけども、人を変えることができないっていうふうに本当にそう思ってるとしたら、本当に人を変えることをしようとは思わないんですよね。でも、ビジネスや、 営業成績上げたり売上を上げている人ってのは常に他者を変え続けてる人ですよねもしくは他者によって自分が影響を受けて変わっちゃったみたいな人ですいやあの人みたいになりたいわいや何々さんが言うから私こういうふうに自分のことを考えを変えましたっていうことは結構あるんじゃないですかだから他人の影響で自分が変わっていったりとか自分の影響で他人が変わっていったりとかまさに戦略的に他者を変えることって可能じゃないですか 可能じゃないとビジネスできませんよってことですよねあと男女の出会いもそうですよねうん何気ない人が友人になり恋人になり結婚するわけでしょ常に他者を変化させて自分しか見えないようにしていくっていうその作戦の数々が口説きの哲学になってくるわけですよまとめると仕事ととは他人を変えることの連続ですよ。そうじゃないですかねだって買わなかった人が買うようになるわけでしょ 他人変えてるわけじゃないですか、はい、これをだから恋人関係に例えて言うと一人の男と一人の女性が出会いお互いのために自分を変えておこうとする作業これ自発的にもそうですしあの自分はこういった女性が好みなんですこういった男性が好きなんですっていうとじゃあそういう風に変わろうかなっていう風に他者の影響によってて自分が変化してるわけじゃないですか、ね、出会いがなければ変わろうと思わなかったわけでしょ そして徐々に恋人関係に変化していきます。まさに両方が他人によって自分が変わったってことですよね。はい、夫婦としても変化します。ね、自分がね、他人によって変えられてるんですよ。親として変化することもあるんですよ。子供が生まれると子供という言ってみれば他人によってあ、親として責任持たないとなっていう風に影響を及ぼされて他者によって自分が変わってるんですよ。 財の担い手、広報支援のプロとして変化するってどういうことかっていうと、今回の動画のですね、本論ですよ、うん。だって単なる一人の男一人の女じゃなくって、だん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 家庭生活が続いていくと、財の担い手としてね、責任を持つように変化していくわけですよ。絶対にこの金額が稼いでいくぞみたいに変わるでしょ。それ最初はそこまで思わないわけじゃないですか。適当に15万20万もらって、 使って終わりみたいな人生が、このままじゃいけないなと、30万とか50万稼げてもいいのどうすればいいのかなと、YouTube かって思うわけでしょ。で、そういった旦那さんの稼ぎの仕組みをちゃんと理解してね、あ手を煩らわせないように、むしろ後方支援のプロとして私の立場があるんだなと思ったら、やっぱりこう、住むべき場所とかね、稼ぎの源泉たる、まあ、家庭内で働いてるお父さんですよ。じゃあ、この職場は確保してあげないといけないなとか。 このの職場のものがなくならなななないいいいよううにに子供たちちを近づけちゃいけけなゃなるわけですよこれがだから広報支援のプロですよまあちょっと例としては適当じゃないかもしれませんけども戦争する場合ね1万人の兵士が現場で戦うためには1万人の現場に行かない後方支援の輸送とかそれから分業とか、えー、作業計画とか作戦立案実行連絡こういった後方支援っていうのが必要になってくるんですよ。 で、旧日本軍が失敗したのは現場には何十万人も出したのに後方支援がそこまでいなかったってことですよねだから実はね後方で支援する人ってのは現場をね維持するのにものすごく大事なんですよそれがですね在の担い生来てるお父さんが働きに行くぞって言った時に後方支援が適当だったら働きに行けないですよね家に帰ってきて「あれ飯できてないの?」とかね「なんか家散らかってるなぁ」とかね「おい停電したぞ」とかね インターネットののどうなってるのってて言だからその辺もちゃんと広報支援する人があの仕事のパフォーマンスが落ちないように調整していくといいんじゃないかなってところですねはいそしてこういうことができるようになってくると家庭崩壊を避けることになります。そればかりかこの家庭関係を維持してもっと言ったら向上して熟練させて最終的な信頼関係構築になるということなんで 家庭崩壊じゃなくて、時が経てば経つほど、家庭構築に向かうわけですよ。構築は、1年や2年でできることはありません。3年、5年、10年、20年、30年、50年かけていくもんです。でも、崩壊をすると、その先はないんですよ。今日にでも崩壊するかもしれませんよ。でも、崩壊の前触れっていうのは、気をつけることによって気づくことができる。まあ、そんなね、今回のスライドショーでした。はい。じゃあ、 無理と無駄と無駄についてもう一回お話ししましょうこれをどういうふうに変化させていけばいいのかどういうふうに変化したらこの3つを排除したといえるのか結局ね無理ってなくならないんですよでも無理が道理になっていくんですよあなるほどねとこれをやることって必要になってきたよね必要なことになってはまってきたよねと無理っていうのはやりすぎることなんですけどもやりすぎたすぎた部分がきちんとパフォーマンスに落ちていればいいんですよまあ例えばね あの YouTube、動画作作りりまましししたた、ね、無理していいっぱい作りましたでも作った動画がアップロードされてる限りそこから収入につながるという道理にどんどんはまっていくでしょそういう意味でも YouTube 活動って全てが無駄にならないんですよね一個も無駄にならないんですよまあでもね例えば旧世代型の働き方ダブルワークで、えー、仕事会社にも行くんだけども副業でどっかのねアルバイト弁当屋で働くとか家庭教習するっていうのを これ、やりすぎになっていくこともありますよ。無理になっていくことも。うん。だから、体力に、体力と時間に、体力と時間の収入源、これを掛け合わせると、どうしてもね、無理になってくるんですよ。だから、どんどん、蓄積型のビジネスをしていくこと、つまりはインターネットを仕事にしていくことっていうのは、無理が道理になっていくんですよね。最初は無理のように思えても、それがだんだん道理にはまっていくってことです。次、無駄ですね。無駄っていうのはね、あの、 そのまんまんんにににししちゃううとと無無無駄駄駄ななななでですすすけども無駄ををいいよよ使い方をするる遊びになるんですよつまり潤滑油ですよねこの無駄をすることによって全体がうまくいくっていう風な捉え方ですそういう風にできるんだったら無駄も無駄じゃないんでそのまんま続けてもいいんじゃないかなってことになりますちょっと難しい例えになってね申し訳ないですけどもあの車のブレーキだって遊びってのがあるでしょ 踏んだんだだけどもブレーキがかからないそういった遊びの空間があるから急ブレーキにならずに済むわけですよ踏み込んで強く踏んだら初めて聞き始めるみたいなねまあ潤滑いですよねですんでやっぱり趣味とかね喜びとかはっきり言って生産に全く必要ないなと思えることでも潤滑獣として機能することによってあのうまく回り始めますんでね稼ぎも楽しい気持ちでできますんで。 だから夫婦間がギスギスしているよりもあの家庭が楽しいなっていう風に感じさせるように奥さんが旦那さんのことを支えていくと旦那さんも思いもよらない金額稼いでくれますんでねでそういった奥さんのことを旦那さんも話したくなくなるでしょでも負担ばっかり与えてる奥さんとか家族って男性からするとない方が良かったって感じさせる方に進むんですよねだって自分で稼いでる金額は男性は意識するわけなんですよ でそれに対してもったいないなっていう風に思わせるような後方支援の不備があるとまあそうなってきちゃうよねってことですでお金を使うのが欲しいからよそに使おうかなと思ってね飲み会に行ったり他の女の子に使ったりとかするわけなんですよだからこういうメカニズムを知ってるとあ原因の原因の原因はここにあったんだなっていう風に気づくと思いますえー、一つ名言なんですけどね家庭ってのは帰れる場所であり帰らなきゃいけない場所なんですよ どっちにするんでしょうかこれは家計を家庭をね司さっている奥さんに考えてもらいたいことかなと思いますはいそして最後村を豊かさにしましょうってことです最初に申し上げましたけども無理とか無駄が交互に来る最悪の状態が村なんですけどもそれすらも家庭の中にね取り込めるぐらいに余裕が生まれてくると金銭的にも時間的にも精神的にも村が起きてもいいじゃないかってなるんですよむしろその村があ 余裕ができたんだな豊かになったなとああ無駄ができてもいいなとかね無理しても大丈夫だなっていうふうにできるかどうかですよ余裕がないうちはねこんな無理とかは排除しないといけないし無駄っていうのはやるべきじゃないしそれが同時によく村なんてのは最悪なんですよでもある一定のレベルを超えてゆっくりと家庭運営ができるようになってねきちんと自分の責務が役割としてその家族の中で全うできるようになるとラがあってもいいじゃないかっていうふうにこれ豊かさに変わってくるんですよ うん、なんかねのんびりした時間ってやっぱ持ちたいわけじゃないですかでも忙しい時にまだ余裕がない時にのんびりした時間を持ったらそれはでもみんなして「あーなんか豊かになったな」って時に「のんびり過ごそうか」っていう風にね、えー、海辺のビラで、えー、カクテルを食い出しながら「あー今日は3時になっても4時になっても時間ゆっくり流れてるね」って「明日も予定ないね」みたいなねそんなところに来たら この村も豊かさに変わるってことですよねはい。じゃあまとめていきましょうか家庭構築とは何でしょうか今回は家庭崩壊のメカニズムをお話したわけですけども家庭構築とはですね数十年先の期末試験に向かって日々を積み重ねる作業です家庭構築ってのは徐々に構築していってそれが3年5年10年20年30年50年先に期末テストお互いの家庭はどうでしたかあなたはどう思いましたかっていうような期末テストが来るんですよね だからこれを日々積み重ねていきましょうってことなんでその要素としてね稼ぎとかねあの家の中の仕事っていうのがおろそかになっちゃって家庭構築を途中でちょっと構築中心みたいにならないようにしないといけないですよね今回はそんなメカニズムをお話してみましたで結論を急ぐとビジネスも家庭もうまくいかないそうちょっとねコツコツと積み上げていかないといけない部分っていうのはビジネスも家庭も同じだと思うでしょでもね大きな違いがありますえっ、ー、と 家庭消費ビジネス生産こういうふうに分けたじゃないですかねビジネスお金を稼ぐことは生産だよそれ以外は家庭の中で起きることは消費だよとこの大きな違いなんでしょうかビジネスは待ってくれないんですよ <laughs> でしょ入金がなければ円満な家庭もそのまま崩壊するということなんですよ、ね、ビジネス入金がなければねただからビジネスの失敗って日々試されてるわけですよね 今日ビジネス失敗したら入金がないわけですからじゃあこの家庭はすみません円満で問題ないんだけどもお金がないから沈没しますって話になります、はい、ビジネスが経済基盤があれば家庭構築には明日へのチャンスが常にある逆にですねじゃあ、うん、家庭の構築っていうのがうまく今行ってないな問題があるなって言っても明日修復のチャンスがあるんですよただしビジネスがうまくいって金があればです お金があると明日もそのチャンスに恵まれますけども、お金がないとなると家庭の問題が起きたときにもうそこで終わりなんですよ。ね、だからやっぱ家庭を支えるものは経済的なやっぱり基盤なんですよね。その経済基盤がなければ円満な家庭であっても崩壊しますし、問題がある家庭はもっと早く崩壊しますよね。この辺しっかりと考えて活動に生かしていただければなと思います。 はいで今回は分担と分業について再定義してみましたけども、うん、分担共働きすると問題が見えにくくなるっていうことに気づいたんじゃないですかねもちろん一定のレベルで稼ぎを超えると問題は見えなくても大丈夫になってくるんですけどねで分業する専門分野に分けると修正点は見やすいですなんでお金がないのか唯一稼ぐ人がちょっと稼ぎが弱くなってきた分かりやすいでしょ、うん、で分業するね家庭内のこと 旦那さんが基本的には手を出さないってことになるとどこに問題があるのかってことは奥さんが全部把握してるってことになるんで修正しやすいわけですよ。ここのの基基本的な基礎的なな礎思考がが家族の中でで共有できててるかかどうかっていうっいところがあります、ね、分担をしてるのか分業してるのかすら分からずにやってると問題は見えませんし見えないからこそ自分はちゃんとやってるのにもしかしたら旦那さんが悪いんじゃないかな奥さんが悪いんじゃないかなというふうにお互いに。 押し付け合いがちにな,りなんですよだからそこから家庭崩壊が起きてきますんでどっから見てもこれは自分の分野に問題があるなと思えば修正早いじゃないですか。ね、指摘に対してもその通りなんで、あのー、言いい返すすこともないですよねで今回は私なりの考え方をお話ししてみましたけどももちろん別の理論構築があってもいいんですよ。うん、でもその考えで家族がまとまっているかどうかは問題ですよ。 やっぱりこう他人の集まりが家族と言えますけども他人の集まりでも同じ思想で一家ってのをまとめることができるんですよでその思想にもしねそぐわないようでしたら家を出るっていう選択もできますんでそれぞれが自由な人生を送っていただきたいかなと思いますよねタカさんどう思われますかやっぱりこう私と似たような面があると思います YouTuber もしくはインターネットを家業として家庭を支えてるわけですけどもやっぱ家事をやらないといけないって別にやるのが嫌じゃなくても全くいらない状態の方が 仕事のパフォーマンス、つまりは家に持って帰る金額っていうのが増えるのは確かなんですよ。でもそれを分かっていて家事をやれっていうふうに家の中で求められているのかそれとも、いやいや、少しでもたくさん稼いでもらうためには家事なんてもう誰でもできるんだから任してっていうふうに言ってもらった方がいいのかどうでしょうかそして家事をやると家族は機嫌がいいんですかねそれによって売り上げのチャンスが数万円失われても家事をやった方が 家族ってのは気分がいいものなんでしょうか。この辺についても話し合うことが必要なんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回は以上でございます。どうもありがとうございました。